スバルレガシーに搭載されているアイサイト。アイサイトはスバルブランドの乗用車に搭載されている運転支援システムである。車内前方に装備されたステレオカメラで前方を監視し、障害物を三次元的に認識することで自動ブレーキ、クルーズコントロール等を制御する運転支援システムをコンセプトに開発されている。アイサイトは英語で視力、視界の 本校では、全身技術である ADA、SI クルーズも扱う。富士重工業は1999年に、ステレオカメラを使用し、車間距離警報、車線逸脱警報、車間距離制御クルーズコントロール、カーブ警報、制御という4つの機能を搭載した ADA を開発、実用化した。2003年には、ステレオカメラにミリ波レーダーを加えたシステムとなった。 2004年に日立製作所と提携。富士重工業が有するステレオカメラの技術と日立の単眼式カメラの技術やソフトウェア開発のノウハウを結集する形で開発が進められた。画像処理システムについては両社で共同の特許を取得した。その後、コスト抑制のため2006年にはステレオカメラを搭載しないレーザーレーダーを使用した。 SI クルーズを発売した。2008年、世界で初めて、ステレオカメラだけで、衝突被害軽減ブレーキや、全車速追従機能付けクルーズコントロールを実現したシステム、アイサイトを発売した。レガシーアウトバックの前身であるレガシーランカスターの最上級グレード専用装備として、1999年に初登場した ADA は、という4つの機能を備えていたが、 この段階では、車速制御を、スロットル回イドとシフトチェンジに依存していた。システムと直接関係のない装備品が含まれてはいる。ものの、ベース車種に対し価格差約65万円と非常に高額であった。ADA は2001年にマイナーチェンジを受けた、ランカスターの最上級グレード、ランカスター 6ADA 専用装備として、バージョンアップし、VDC プレビュー制御が追加された。 2003年フルモデルチェンジを受けたレガシー 3.0R に装備された新型 ADA はブレーキ操作制御を実装さらにミリ波レーダーが追加されたノームや雪といった悪天効果では後のアイサイトをも上回る安定性を獲得したが運転支援機能とりわけ衝突回避制御は限定的なもので制御の高度化により上昇した製造コストは 販売価格にも影響し、商業的成功には至らなかった。第三世代では、従来製品に加え、下記のように後のアイサイトに通じる新機能を実現していた。2006年、レガシーの後期型マイナーチェンジの際に、ADA 搭載グレードは姿を消し、レーザーレーダーを用いて追従クルーズコントロールに特化した運転支援システム、SI クルーズが代わりに設定された。 ステレオカメラこそ採用していないものの自動制御技術開発の上で a d a から iSight イイへの中継役を果たした。機能の主捨選択により ADA の最大の課題であったコストダウンに成功、さらに衝突軽減を筆頭に運転支援機能を強化し名称も iSight イイと改め2008年に再びレガシーに採用。2009年にはレガシーの派生車種。 エクシーガにも採用を拡大した。機能プリクラッシュブレーキ前方障害物をカメラにて監視し、警告、一時ブレーキ、二次ブレーキの三段階にて運転支援を行う。最終的に運転者の操作なくして衝突を回避することはできないとされる。前述の通り、日本の法定速度を超える速度域でも一定範囲までは被害軽減ブレーキが動作するが、 障害検知範囲の限界から相対速度差が大きい場合ほとんど被害軽減に寄与しないことに留意すべきである。全車速追従機能付きクルーズコントロール前方を走行中の車両を検知し、車間距離を保つよう車速を制御する。加減速制御は変速機にも介入し、必要であれば変速操作が自動的に行われる。したがって下り坂であれば、 エンジンブレーキも発生する。カーブを走行中、曲率によっては設定速度より減速する場合があるが、取扱説明書にも記載された使用通りの挙動である。高速道路や自動車専用道路での使用が前提の機能である。低速クルーズコントロール車間距離設定ボタンを長押しすることで前車に追従せず、単にセット速度を維持するように切り替えることもできる。 下り坂では、エンジンブレーキの効力が不足して違反した加速を、する場合がある。運転者により一部の操作が行われると、解除されるのは追従モードと同様である。追従時とは異なり、カメラ一時停止状態でもキャンセルされない。ただし、システム異常警告が表示されている状態では、解除される。AT5 発進抑制制御発進時のシフトの入れ、間違い、 ペダルの踏み間違いによる事故の防止、軽減を行う。前方10メートル以内に障害物を検出した状態で、かつ自車が停止、もしくは徐行しているとき、必要以上のアクセル踏み込みが検出された場合、運転者への警告と同時に、エンジン出力を抑制する。タイル壁のように、規則正しく繰り返された壁材や、ガラス窓に対しては、 ステレオカメラが距離を誤認してしまい動作しない場合がある。車線逸脱警報、フラつき警報機能時速 50km 以上での、車のフラつき、時速 40km 以上での車線の逸脱に、対して警告音と警告表示を発する。レーン、オフスイッチを長押しすることで、これらの機能をキャンセルすることができる。先行者発信お知らせ先行者の発信後、 三メートル以上離れても自社が発信しない場合に通知を行う。複数の条件を満たしていないと通知が発生しない。その他公式説明と実社挙動の相違衝突事故発生時の記録保持バージョン1より備わっている機能として広告やセールスでは謳われていないが衝突回避動作をもってしても事故が回避できず、エアバッグの作動などある一定の条件を満たすと 衝突前後のステレオカメラによる映像及び越級から取得可能な車両情報などのデータが記録されることが取扱説明書に記されている。ただし市販のドライブレコーダーと異なり、一般ユーザーによってデータを取得したり閲覧することはできない。レガシー系列以外の車種にも搭載された改良型。機能強化に加えプロモーションの成功も相まって知名度が飛躍的に高まった。 バージョン1との基本的な機能に違いはなく、異なる点は、プリクラッシュブレーキにおける、ぶつかる前に止まることを、国交省に働きかけ認めさせたことで、衝突軽減から衝突回避に、性能向上を実現した。口述にある通り、完全な衝突回避を保証するものではない。改良点バージョン1との相違を中心に記述する。なお、 バージョン1から削除された機能はない。改良点2014年6月20日、最初のアイサイトバージョン3搭載車であるレボーグが発売され、順次他車種へも採用された。バージョン2に対する改良点は以下の通りである。年次改良公式表記上はバージョン3のまま変わらないが、年次改良により細かい機能追加、性能向上が図られている。車種により、 導入時期が前後するものがある。クルーズコントロールの時速 120km 走行対応高速道路の特定区間における法定上限速度緩和を受け、一部車種では追従クルーズコントロールの設定速度が最大時速 135km に自動解除速度が約時速 145km にそれぞれ引き上げられた。アイサイトツーリングアシスト車内故障は バージョン3.5。2017年8月7日発売のレボーグ WRXS4 にて初採用された。追従クルーズコントロール、アクティブレーンキープに新機能の先行車追従操打機能を組み合わせ、約0時速 120km と広い速度域で、自動運転レベルに相当の性能を備える。下記のように、速度に応じ認識対象を複雑に切り替え、 場面に適した運転を実現している。通常版2020年10月に発表された2代目レボーグでは、アイサイトが大幅改良されたが、スバルは単に新世代アイサイトと呼んでいる。開発責任者によれば、進化の度合いが違いすぎるためバージョン4とは命名されなかった。ステレオカメラが、日立製からスウェーデンのビオニア社製の広角カメラとなり、従来の五速砲レーダー、 後部の超音波センサーに加えて、車両全部の左右にミリ波レーダーが搭載された。カメラの視野角の拡大は、カメラカバーをフロントガラスに密着させて、搭載位置が前進したことが寄与している。ブレーキブースターは、電動式になり、アイサイトによる反応を向上させている。プロセッサには、ザイリンクス社のフップが出あるザインクウルトラスケール、マサックを採用した。ビオニア社製。 ステレオカメラの採用によるカメラ広角化と車両全部の左右にミリ波レーダーにより以下の機能が追加された。iSight イイ X iSight イイ X は新世代 iSight イイに追加可能な高度運転支援機能である。2020年10月に発表された2代目レボーグから iSight イイ X は三菱電機と共同で開発した 3D 高精度地図ユニットと順天調衛星。 導きを利用した高精度 GPS 情報を利用する。iSightX イイには次の機能がある。ミリ波レーガは歩行者や自転車などの検知を不得意とするが、ステレオカメラはこれらも認識可能である。ミリ波レーガを利用したシステムの場合、蒸気欠点を補うため、単眼式カメラやその他センサと組み合わされることが多く、結果として費用の上昇を招いているが、iSight イイの場合、 カメラのみで高精度、高機能を実現したことによって価格を比較的低く抑えることに成功している。また、車内に装置を設置しているため、車外にセンサーが露出しているシステムに比して泥跳ねなど不意の汚損に対して若干の強みを持つ。また、車種によってはアイサイト用のオッシャーノズルを装備している。アイサイトは ステレオカメラの映像を用いるシステムであることから人間の視覚と同じく天候や周辺の明るさの影響を受ける。つまり夜間やノーム豪雨、西人の生態、カメラの視覚といった場合の動作が100%保証されているわけではない。障害物がフェンスであった場合や無地の壁、縦縞模様の壁であった場合などにカメラが認識できなくなる可能性が高まる。 ともされている。また、雪で路面が覆われた場合等に車線が認識、不可能になる点は、他社のカメラを利用した、車線に。また、ステレオカメラの映像を用いるシステムであることから、タイヤサイズ、サスペンション、フロントガラス等の交換及び変更、フロントガラスに撥水コーティングをする、室内のフロントガラス周辺にて、アクセサリー等の追加変更を行うなど、最低地上高や、 フロントガラスの映り込みが変わるような変更改造等を行った場合、システム動作に最悪な影響を与える恐れがある。そのため、搭載車両を純正状態から変更する場合は、事前に販売店に相談し、注意事項を確認すべきである。2019年5月現在、すべてのアイサイト搭載車は AT、または CVT との組み合わせに限られている。衝突被害軽減ブレーキを、 MT 車に搭載する例は、ホンダフィットやマツダ車の大半、あるいはトヨタカローラなどで見られるが、クルーズコントロールの機能面で、速度やエンジン回転数を適切に制御する、必要から、MT 車へのアイサイト搭載は行われていない。アイサイトも、また、他社の衝突被害軽減ブレーキと、同じく、あくまでも運転者が主体であって、装置はその能力を補う、というものである。ゆえに、 路面や周囲の環境、事故の形態によっては100%被害を防げるものではないことに注意が必要である。適切な運用にはメーカーの告知している装置の特性を十分に理解する必要がある。当然、事故を起こした時の責任は全て運転者が負うものであり、システムとその製造をメーカーに責任はないので意識して運転しなければならない。 スバルはアイサイトのステレオカメラを中心とした運転支援システムアイサイトコアテクノロジーに加え電子デバイスによる運転者の視野を広げる安全支援装備をアイサイトセーフティプラスと称したパッケージで提供しているサポカーエースワイド認定に必要な先進ライト機能もこの中に含まれる直接的にアイサイトの技術とは関係ないがブランドとして アイサイトの名を冠しているため本説にまとめた。なお、下記の一覧には、車種、グレードによって、標準装備でないもの、設定がないものを含む。2019年5月現在、以下の車種は、車線逸脱防止機能付きのアイサイトを、全車標準装備。備考欄に突起なき車種。アイサイトのプロモーションは限界を意識したものになって、おり、ぶつからない車 後述のノベルティアイテムも、ぶつからない。ミニカーと命名する、アイサイトではなく、スマートアシストを搭載する、ダイハツ工業からの OEM シャステラやプレオも、同様の手法を取ると、これらの手法は徹底されている。アイサイトの市場体験キャンペーンで配布されている、ミニカー。前方に、赤外線センサーが搭載されており、スイッチを入れると、ヘッドランプが点灯して走行するようになっている。 その状態でミニカーの収納箱に向けて走らせると自動で停車して、さらにブレーキランプが点灯するのが特徴。踏切内に閉じ込められた際、遮断管を障害物と検知して脱出不可能になると誤解されることがあるが、P、CR、なお同機能は異常発進防止のためにエンジン出力を抑制するものであるから、機能を停止せずとも徐行で脱出することも可能である。 プリクラッシュブレーキ動作。アイサイトにおいては、アクセル操作やハンドル操作により、プリクラッシュブレーキの発動をキャンセルする機能があるが、車種、年式によって挙動が若干異なる部分もあるため、取扱説明書にて使用を正しく理解することが望ましい。バージョン3採用者の場合、最大限アクセルを踏み込んだ場合、プリクラッシュブレーキが解除されることが取扱説明書に、 明記されている。ADA の項で述べたように、ADA ですでに VDC との協調機能は備わっていたが、アイサイトバージョン3においても VDC 制御系が関与している。アイサイト技術者インタビュースバルの技術、スバル採用サイト。2021年3月21日閲覧。ABC スバル、スバルの車づくり開発ストーリー、アイサイト編。 2021年3月21日へ閲覧。西条義則。新たな価値競争で時代の車社会の夢を実現する。日立製作所 IT。2015年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年3月21日へ閲覧。車作りを通じて社会課題の解決に貢献する。永遠へのテーマ。安全と環境に挑む。 富士重工業。2021年3月21日閲覧。AB。開発中止の危機器を乗り越えヒット商品に、アイサイト成功の原動力とは。モノスと。2019年6月2日閲覧。AB。富士重工業。ステレオ画像認識を用いたドライバー支援システム。ADA を改良。富士重工業。2019年6月2日閲覧。 開発中止の危機を乗り越えヒット商品に、アイサイト成功の原動力とは、モノスト、2019年6月2日閲覧、ABC、自動ブレーキで衝突を回避、スバルレガシーに搭載、IT メディアビジネス、2019年6月2日閲覧、に基づく AB、ぶつからない車、レガシー、アイサイトバージョン2の全貌、松田修士動画レポート、 オートプルーブ、2019年6月2日閲覧。カートピアナンバー 492P24、久米秀デ新世代、アイサイトの次が始動、スバルこだわる、目の大きさ。日系クロステック。2021年5月25日閲覧。スバル、機能説明全車速追従機能付け。クルーズコントロール。2021年3月21日閲覧。 A.B.O. のまさき。日産プロパイロット2.0は、アイサイトより上か。2021年3月21日閲覧。A.B.C. 劇的進化を遂げたスバルの安全運転支援技術。アイサイトツーリングアシストを完全理解。カーワッチ。2019年6月4日閲覧。鶴原義郎。スバルのアイサイト X の頭脳。フープガとは。日系ビジネス。 2021年5月24日閲覧。AB、スバルの新型、レボーグから採用される、先進安全運転支援技術、アイサイト x の進化と進化。ダイム、2021年5月25日閲覧。ABC、長ナ国キなぜ、アイサイト x のハンズオフ機能は、時速 50km 以下でしか使えないのか開発担当者に聞いた。 GQ 2021年3月23日閲覧。久米秀直スバル新世代アイサイト姿消した日の丸部品。2021年3月21日閲覧。AB 西村直とナック新型レボーグに搭載される新世代アイサイト X 進化した運転支援機能を試した。2021年3月21日閲覧。 スバルショップ三河安城。新型レボーグ特集。その後アイサイト X とアビオニクスとストリンクと。2021年3月23日閲覧。大河原克行。スバルの新型アイサイト X 心臓部にザイリンクスのフップガオ。採用新型レボーグを支えるザインクウルトラスケールマーサック。カーウォッチ。2021年5月24日閲覧。 予防安全。スバル。2021年5月21日へ閲覧。市原信幸。新型レボーグと、アイサイト X は安全技術に革命を起こすか ?2021 年3月21日へ閲覧。AB モーターファン編集部。アイサイト X は、渋滞時ハンズオフに対応。停止、発進の繰り返しもスイッチ操作なしで可能に、スバル新型レボーグ消密解説。 2021年3月21日閲覧。鈴木健一。カーウォッチカメラだけで、先進安全装備を実現したスバル、アイサイト。カーテクノロジーウォッチ。2021年3月21日、閲覧。AB、平成30年度、自動車アセスメントの評価結果を公表します。自動車事故対策機構。2019年6月3日閲覧。 自動車リサーチスバルが全車種にアイサイトを装備すると発表。ニュースリリース、富士重工業次世代、アイサイトを発表次世代、アイサイト技術発表会スバルユーストリームハット、スバル、アイサイトを搭載する3車種が、先進安全車プラスに選定。富士重工業。2014年11月1日閲覧。自動車アセスメント、ジェンカップ5スター賞発表。 自動車事故対策機構。2019年6月3日閲覧。ナスバ、平成26年度の自動車アセスメントの最高特典はスバル、レガシー。カーワッチ。2019年6月3日閲覧。スバル、i イサイトを搭載するレボーグ、WRXS4。レガシーが2015年度予防安全性能アセスメントで最高ランクのジェンカップ。 先進安全車プラスを獲得。富士重工業。2019年6月3日閲覧。スバル2016年型 WRX が、米国不数の2015年安全評価で最高評価、トップセーフティピックを獲得。富士重工業。2019年6月3日閲覧。スバル運転支援、システム、アイサイトが2015年度グッドデザインベスト100に選出。 レガシーアウトバック B4 もグッドデザイン賞を受賞。富士重工業2015年9月29日。スバル運転支援システムアイサイトが2015年度グッドデザイン金賞を受賞自動ブレーキをはじめとする運転支援システムとして初の受賞。富士重工業2019年6月3日閲覧。スバル米国フスの2016年安全評価で。 トップセーフティピックを6車種が獲得。富士重工業。2019年6月3日閲覧。運転支援、システム、i イサイト搭載モデルが国内累計販売台数50万台を達成。富士重工業。2019年6月4日閲覧。平成28年度自動車アセスメントの評価結果を公表します。自動車事故対策機構。 2019年6月3日閲覧。スバル XV。インプレッサが2017年ユーロンキャップにおいてベストインクラスセーフティ賞を受賞。スバル2019年6月4日閲覧。スバル新型フォレスターがジェンカップ予防安全性能アセスメントで最高ランクを獲得。スバル2019年6月4日閲覧。スバルインプレッサ。スバル XV が 2018年度ジェンカップ予防安全性能評価で最高ランクの ASV を獲得。スバル2019年6月3日閲覧。ありがとうございます。